Oye, mi tero, ¿qué está ahí? No, ate esa que está yo. ¿Qué está ahí, mi tero? No, estoy coreo. ¿Ore? Parang iba sila ng mata ni Hime. O kasang una di dati. Na. Kawai ko dati. Nemoy. Na antok. Ano eh, oto na si. おなるって小屋がやった。いや気持ちよくて。はい、姫ね。おお。多分今日が人間初めてだと思うんです。多分ね、生後3ヶ月ぐらいです。ああ、おお。元気。ちょっと網持ってきて、網。赤子が。網持ってきて、タモタモ。怖いやね。あ、やばいやばいやばい。ごめんごめん。数秒やな。そうそうそう。よし。おお。元気。これハンドラだね、やっぱりね。うん、だからこんだけ人間にまだ恐怖心があるからね。体重上がりますね。1.2 キロぐらいですね。だからもう生後3ヶ月は超えてますから、まあ6、7、8で今、そうですね、まあそんなもんでいいですね、6月ですね。基本はメスですからね。あ、メス。うん。メス。逃げちゃうから2個でいいかな。よし、ちょっと。これもし押すやつだったら、そう。あー、逃げちゃった。やっぱり、怖がってるな。まだ全然。すごい、やったほうがいい。元気、元気。元気、元気、元気。ごめんなさいね。一人、年に。ね、全然一人になれてない。あ、今。何匹子猫ちゃんがいたんですか、その知り合い。いっぱいですね。あ、そんないっぱい。大人もいっぱい。うん、大人も子供も。三毛猫ってもっと他にもいました、三毛は。あります。もっと。今、三毛少ないからね、こういう三毛猫でなかなか少ないですよ。今、綺麗な三毛猫いなくなってるから。犬と一緒ですね。
ってのはあれ、いや違う違う違う、別の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 別みんな飲みの君なんですよ、この黒いのね、はいはいはい、だから飲みいますね。で、一応猫を初めて飼うときは、はい、猫のエイズと白血病に感染しているかどうかチェックしないといけないんですね、はい、で、野良猫の場合はこの2割ぐらいがエイズ持ってるんですよ。で、白血病は 10% ぐらい持ってますから、こういうの検査をしますので、で、あと検便と一回猫のエイズの検査させてください。それで問題なければ予防接種をもう打たないといけないんですね、すでに、はいはいはい、でそうなるとこの白血病っていうのが入っていますから、必ずこのエイズと白血病に感染してないことが前提になるわけなんですよ。で、不幸にもこの子がもしエイズや白血病を持ってたら、この白血病が入っているお注射は打てませんので、はいはい、この3種混合っていう3つのお注射を慎重に打つんですね。で、このヘルペスっていう風邪の病気と、カリシっていう口内炎ができる病気と、パルボっていう下痢を起こす病気なんでね、はい、でこの場合感染率が高くて死亡することがありますので、でもしエイズ白血病で感染してなければ、エイズあのこの5種混合を今お勧めしています。一つのワクチンで5つの病気をカバーいたしますので、名前まだ何も考えてないですね。全然まだ、じゃあ元気の女の子なんで、うん、タマっていう猫最近少ない。ああ、少ないですよね。昔サザエさんのタマちゃん。よいしょ。ごめんね。ああ。怒ってる。この野良だからね、人間はまだ怖がってるから。ちょっとごめんね、口をつまれていけない。よし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 。こうないもないね。うん。ね、一応飲みの薬としては、はい、このブロードラインという薬を落とします。そうすると。これはノミとマダニとヒラリアとお腹の虫を下しますの で、 でちょっと今から検便 と、はい、このエイズの検査をさせてもらっていいですか。そうです、ね、でちょっと気になったのが貧血がちょっとありそうなんですよ、ノミ重毒性すると。だからちょっと名前だけなんか適当にまずあの、ね、名前変えれるんですけど、名前だけちょっとパソコン入れないといけないんですから。いや、タマタマでいいの。とりあえずタマで、じゃあ、まだ、ここで、うん、決まったら教えてください。いいじゃん。元気の女の子やね。ねえ。最初姫は全然なの。うん。うん、楽しかった。それぞれ猫ちゃんね、同じ子猫さんも同じ野良さんでも。うん。あの生活が違う。違いますね。お母さんも一緒じゃないかって言っとったけど、姫ちゃんも、うんうん、同じよかった、うん、姫ちゃんもこのお宅から。そうですね、同じ、はいはい、同じ、あの猫、お母さん仲良くなれるといいですね。ですよね、まだね、あれですけど、うん、そうそうそう、今一緒にしちゃうと飲みとかうつっちゃうので、うん、そう、それが心配 で、 心配で帰る、そのまま帰るか、迷って病院行くか。もう直接来たんですね。あ、そうです、はい、うん、もし病気あると、お願いします。たままたね、たまにするか。これです。じゃあなんかまだかかるよな。今日はお利口さんでしたよ。どんどんよかった。ちょっと観念したのか。観念したか。よかった。なめたが出てるね。今ちょっとあの目薬だけさせてもらったので、よかった。食べてもらったかね。かわいくって。またあまちゃんでいいや。ダンボースに
お父ちゃん抱っこ。このままちょっと女の子ですよ。そうですね、おめでとうございます。元気な赤ちゃんですよ。試したかお前。怖くないよ。おとなしくやん。わかんないよ。酒行くとやっぱりでしょ。タイミングだけ、ここで食べられて絶対バレちゃうよ。珍しいなって、こんな三毛の子。綺麗な三毛の子。綺麗な三毛の子。毛の色が三つに分かれてる、綺麗な。こっちも？こっちも？うん。今少ないから。あとここ眉毛可愛いよ、びっこなってる。まだちゃうわ、すまないんだよ。もう、まだ。通信やだ。ぬいがちょっとだけ見えしてるのね、このね、この辺どこでいいの下でいいね。うん、そうできないよな、この人も俺やったの、うん、出ちゃったほうがいいのかな、最初どこでいいの、どこでいいの、もういいや、変わらないで目のさ、はい、猫のエリスから検査の検査はしていただいていいんですけど、はい、ワクチンはこちらでは打って、まだ打ってなかった、そうです、ね、打ってない、他の病院とかで打ってはないです、あれ、打ってなかった、じゃあ、打ってなかったの、このあるは初めて見える、あ、もし打ってあれば、なんか証明書みたいなやつを多分いただいてると思うので、あ、もしそれがなくて買ったら打ってないよね、あ、売ってないです。この病院で売ってなければ売ってないと思う。あ、じゃあちょっと調べて、うん、そうですね、調べてみて、もし良くなければまた、そうですね、はい、連れてきます、はいはい、いいと思いますので、うん、お願いします。売ってなかったかな、わかんない、覚えてない、あの、北東京はいろいろ検査したりしてもらって、もし他の病院心当たりあるなら他の病院に行っても電話してもらえれば売ったかどうかって、そうですね、はいはい、こちらだけです、あ、はい、わかりました、はい、ちょっと連れて行ったのは、あそこがあったのはあそこやな、うん、あの、マイディでもらってそう、うん、はい、お待たせしました、はい、エイズ白血病は大丈夫です、あ、よかった、そうですか、はい、聞いていただきたいんですけども、これ青いのが1個だけですから陰性ですね、はい、で、ただ今ちょっと貧血が気になったからちょっと測らせていただいたんですけど、はい、このヘマトクリットっていうのは脱水貧血の原因ですけど、だいたい40% ぐらいの平均ですから、29.2% というのは、中性量の範囲ギリギリなんですね。だからやっぱり脳みがいて、血を吸われることによって貧血を起こしてきますので、このヘモグロビンというのは血液の酸素運搬能力で、この赤さとか表してるんですけど、これも 9.8 以下で 9.4 ですから、貧血ですね。で、赤血球も686までギリギリのところですから、まあ、貧血があるということですね。で、貧血があるけど、この毛状赤血球という若い赤血球がたくさん出てきてるから、体としては貧血に対する反応が起こっているんですけども、やはり血を吸われることによって消費の方が、あの、作られるのも出てくる方が多いから、ちょっとマイナスになってるんですね。で、これが同じ数字を見ていただくと、ここですね、これ貧血だからこの辺ですね。で、あの、まあ、栄養価の高いご飯をあげてほしいんですけども、はい、特に生まれてまだ生後3ヶ月弱ですから、このベビーケアっていうのは、これ生後離乳期から4ヶ月まで使って赤ちゃんのご飯なんですよ。まあ、これがちょうどこの移行期なんですけども、ちょっとよかったらサンプル差し上げますから、もし気に入ってもらったらちょっとこれカロリー高いご飯食べさせてもらったらどうかな、ね、そうですね、うん、じゃあお願いします。で、あとは飲みの薬をちょっと今から駆除の薬を落としますね、はい、で、ワクチンは別に今日一緒に打てれるんだけど、ちょっと先に1週間ぐらい待ってからにしましょうか、まだ慌ててるというような問題があるから、でちょっと出してもらっていいですか、これフロントラインという薬を落としますので、これで大体24時間以内に全部駆除しますので、舐めないようにということで首の後ろに落としますね、このちょっとカラーのここですね、頭の後頭部に落としますので、ここですね、舐めませんので、これで1ヶ月に1回落としていただくだけで駆除しますので、
ってないと人間もこれ被害を被りますからね。まあですよね。であとはこれ貧血の時に使うこれがリキッドなんですけど、これ鉄とかビタミンが含まれてて貧血のワンちゃん猫ちゃんに使うんですけど、子猫ちゃんですとだいたい朝ワンプッシュ夜ワンプッシュとかでこう打ち上げるのもするんですけど、今はこうやっておとなしくできるけど、多分ね家でできないかもしれない。ああ暴れそうですね。でベビーと木の散歩に行くといいで、ちょっとこの今ご飯のが全部この週末に売れて欠品してますから、また明日入荷しますので、よければまたあの注文しておきますので、また止めてください。でワンサイズがこれ 400g というサイズですから、だいたい今の猫ちゃんだと1日これ1袋ぐらいが1食分ぐらいで1日分ですので、あの一定量置いといてあげたらどうかなと思います。はい、わかりました。じゃあまた1週間後に来ていただいて、お注射打ちましょうか。そしたらね、はい、じゃあ箱に行ってみましょう。はい、このいただいた猫ちゃんの飼い主さんに言うてください、はい、全部その いるところには全部見ていますので、あみんな見ているところですから、そういういろんな問題が起こってきますので、ですよね、はい、うん、短いやな、この健康手帳でこれお渡ししておきますので、今日させていただいたのがこの健康診断で、まだワクチンしていませんので、でこの飲みとマダニの予防を今日しましたの でもちろんマイクロチップはまだ入ってませんけど、一応こういうの一つ一つやっていきますので、またじゃあ1週間後にお越しください。そうですね、はい、じゃあ名前はまたまたまたチップが決まったらそれに変えさせていただきますので、ありがとうございます。じゃあお願いいたします。じゃあ1週間後くれば、そうですね、ワクチンですね、はい、はい、疲れ様です。疲れたよね。疲れたね。疲れたね。疲れたね。もう何もないよ。あと1週間で。あ、泣いた今。はい。めやくしゃ、かわいい。もう泣いてる。元気やね。まだ見えない。そんなパンチ、ガタロウのパンチ。大丈夫よ。どうも、泣いてたよ、何回も。うん。攻めとくより、ねえ。なんか、ポロポロしてる。多分、多分、多分。